2月10日金曜日の雪に伴う気象による交通への影響予測をお伝えします。まずは鉄道への影響予測です。雪の影響により東北や北陸に向かう新幹線を中心に遅延の可能性があります。続いて在来線です。在来線は広範囲で雪による影響が予想されます。特に甲信は午後から、関東や東北は夜に運休の可能性があります。関東地方は北関東や西部に向かう路線ほど雪の影響を受ける可能性が高くなります。群馬、栃木方面の路線では雪による影響は夜になると大きくなる予想です。東京、多摩や埼玉でも終日遅延の可能性があります。都心周辺の鉄道については大雪が予想されるエリアと相互乗り換えを行っている路線も多く、一部で雪の影響を受けると遅延の影響が出ることも考えられます。通勤や通学で電車を利用している方は各鉄道会社のホームページから最新の運行情報を確認し、時間に余裕を持った移動または自宅での勤務をお勧めします。続いて高速道路への影響予測です。高速道路は関東甲信を中心に雪による影響が予想されます。また東北も南部を中心に大雪となり、夜は通行止めの可能性があります。続いて関東の予想です。午前中から速度規制など影響が出始め、特に西部や北関東に向かう道路では影響が長引きやすくなります。群馬や栃木方面の道路は夜に通行止めになる可能性があります。東京都心では雪による通行止めまではないと見ていますが、通行止めにならなくても雪による事故や渋滞などが発生しやすくなります。また多摩方面に向かう場合は午後に通行止めとなる可能性があります。車で移動を予定している方は冬タイヤやチェーンの準備を行ってください。雪による影響は変わる可能性もありますので、各高速道路会社のホームページから当日の規制や通行止めの情報を確認し、安全運転をお願いします。続いて空の便への影響です。中国地方の便では午後に雨による影響が予想されています。また東北は10日夜から11日土曜日の朝にかけて雪による影響が出る可能性があります。当日の運行情報は各航空会社等の発表をご確認ください。以上、天気による交通機関への影響予測をお伝えしました。詳しい情報はウェザーニュースのアプリからもご覧いただけます。